はい、それでは今日もランクルセミナーを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。これはそれこそですね、ランクルに限らずトヨタスタンダードっていうものに関してやっぱりありとあらゆるシチュエーションを考えながら評価をするっていうものがあります。でことランクルでいくとやっぱり特徴的なのはアクロの走行性能を見るためのアクロ評価っていうやつですね。オフロード評価と我々よく言いますけども、でそこが車内のテストコースだけではなくて、それこそいろんなところに世界各地の路面、本当にこんなところあるのかっていうような激しいコースを模擬できているようなところっていうものが実は存在します。でそれをどういったところで走行させればよいかっていうものもやっぱりノウハウの一つになっていて、それを歴代のランクルの開発の皆様がずっと探しながらとか作り上げながらやってきたっていう実は歴史があります。なのでそのアクロ評価、オフロード評価っていうものがランクルにとってやっぱり一番特徴的じゃないかなと思いますね。両方あります。今回は残念ながらコロナ禍というところがあって、でまた見た目も大きく変わるっていうところもあって、なかなかその技術者が現地に行けないというところがあったもんですから、確実にやっぱりオーストラリアは早いうちに実は行けてしっかりと評価がやれました。中東とかですと新規モデルなもんですから現地に事業体がやっぱりなかったりするんですね、トヨタとしての事業体が。でそこのところで第三者にじゃあ車を渡して評価をしていただいたとしても正しいものにならないかもしれない。できる限り各地の地域を模擬しながらこのコロナ禍においては開発をしたっていう苦しさはやっぱりありましたね。専門もありますし一般に開放されているところというのも当然あります。サタデーアドベンチャーフィールドもたまに使わせていただいてます、ね。これはランクルに限ってだけではないんですけども、アクロ耐久走行というのがあって、今のは先ほどお話したのは走破性の話なんですけど、本当に路面の凸凹ですとかっていうところを延々と走り続けるっていう評価が存在をしていて、でも僕らはそこにちょこっとだけここを走らせるとどういうふうになるんだっていうのは見ますけども、それ専門の耐久試験部隊というのがあります。それこそ1日に何千キロも走るんですよ、そういった路面を。もうね、人間が耐久試験ですよ。でそういった方もしっかりと評価をしていただいているおかげでこの車っていうものはしっかりできていくということになりますね。簡単に言うと壊し切りっていうのは大抵の評価基準っていうものはあるところまで行けばそれで OK とみなしますと、それ以上はやりませんっていうふうになります。そこを持ったとして十分な市場における耐久性を持っているからと。でランクルもその一旦の基準はあるものの、そこから超えた時にどこが壊れるんだと、どういうふうになるんだというものをやっぱり知っとかないといけない。当然ある基準って使われ方が変わっていけば変わっていかないといけないですから、最終的に生きて帰ってこれる状態になっているのかと。例えばそのボデオンフレーム構造っていうふうに言ってて、フレームがあってマウントがあってキャビンが乗ってる。キャビンのところってその例えば多少の亀裂が入ったりとか少し穴が開いたりしても生きて帰ってくるそこに影響っていうのはなかなか出ないですよね。もちろん錆びたりするといかんんですけどね。じゃあ最終モードがそれこそエンジンが壊れちゃうのか、それこそ駆動系が壊れちゃって走れなくなっちゃうのか、そこはやっぱり避けないといけない。だからこそ最後の最後まで行った時にどこが壊れるんだろうと、どういう壊れ方するんだろうっていうものを壊しきりと我々呼んでますね。近年でいくと特にモータースポーツ機店のもっといい車作りというものを GR カンパニー中心にやってると思うんですけども、あそこの考え方を実はランクルは昔からやってるっていうところじゃないかなと思います。何度も何度も壊してどこが壊れる、どこが弱いから直していくっていうものを脈々と続けてきたのがランクルじゃないかなと。なんで一緒になってきてるなっていう感覚が僕らとしてはありますね。はい、本日のセミナールはこれで終わりです。これからもよろしくお願いします。